はい、こんにちは。高校数学 TV です。ここではね、半角の公式を勉強していきましょう。前回2倍角の公式やったんですね。 sin 2シータは2 sin シータ cos シータとか、 cos 2シータは cos 2乗シータ x sin 2乗シータとか、でその2倍角の公式を使って半角の公式を求めることができるんです。だからもしね、まだ2倍角の公式をマスターしてない人は、ここの半角の公式をやる前に必ず2倍角の公式を、もう一度確実にできるようにしておいてください。で、ここの半角の公式はその2倍角の公式と全く同じで、自分で導き出せるようにしてください。これ丸暗記じゃないんですね。まあ、もちろん丸暗記してもいいんですけれども、やっぱりそのせっかくの記憶力がもったいないと。この半角ぐらいやったら2倍角の公式から簡単に導き出すことができるので、必ずこれは暗記じゃなくて、自分で導き出せるようにしておいてください。その上で何度も導き出しているうちに勝手に身につくと、それが理想なんですね。そしてそれは2倍角の公式の時と全く同じです。じゃあ半角ってどうやって導き出すんやっていうと、サインとコサインの半角については両方ともコサインの2倍角から求めるんです。で、タンジェントの半角は、このサインとコサインの半角、この2つの半角を使って求めることができると。っていうのがポイントなんですね。それを具体的に見ていきたいと思います。まず H 番。サイン2乗2分のシータはと。これが半角の公式なんですね。ここでの1番のポイントは、半角の公式って2乗があるんです。2倍角の公式との決定的な違いはこれですね。半角の公式ってここに2倍があると、この形が表しやすいからなんですね。まあまあ具体的に見ていきましょう。どうやるかっていうと、さっきも言った通り、半角の公式はコサインの2倍角の公式から求める。で、今回はサインの半角を求めたいから、コサインの2倍角の公式のうちこれを使うんです、ね、軽くおさらいします。コサインの2倍角の公式って3つあったんですね。何でしたっけっていうと、コサイン2シータ、コサイン2乗シータ、引くサイン2乗シータ、もしくは2コサイン2乗シータ、引く1、もしくはマイナス2サイン2乗シータ、足す1の3つやったんですね。で、今回はサインの半角を求めたいから、このサインがあるやつを使おうねと、っていうところです。だからこの公式を使ってます。で、これを、まず、こいつをこっちに移行して、こいつをこっちに移行すると、2サイン2乗シータ、1引くコサイン2シータになると。これ移行しただけですね。で、2で割ったらサイン2乗シータ、2分の1引くコサイン2シータと。で、あとは、このシータを、僕たちが今求めたい、2分のアルファなんですね。シータを2分のアルファと置き換えると。そしたら、ここにある2シータはどうなりますか？シータが2分のアルファやったら2シータは2倍してアルファになるので、これはサイン2乗、ここが2分のアルファになって、2分の1引くコサイン、ここがアルファになると。これで公式が導き出せるんですね。しっかり理解しておいてください。次、コサインの、半角も全く一緒です。コサインの半角の場合は、コサインの半角を求めたいんで、この2倍角の中でもこれを使うんです。コサインだけがあるやつ。コサイン2シータ2、コサイン2乗シータ引く1と。で、これはこれをこっちに移行して、で、2で割ったらこうなると。で、ここからの流れは一緒です。ここでシータを2分のアルファと置くと、コサイン2乗2分のアルファは2分の1足すコサインアルファになると。ただこれだけなんですね。めっちゃ簡単ですね。だからこれはもう暗記する必要ないです。まあ暗記でも簡単なんでね、もう半角は暗記してもいいと思いますけれども、まあできるだけ自分で導き出せるようにしておきましょう。で、タンジェントはどうすんのと。タンジェントはこの公式をベースにするんですね。タンジェントってコサイン分のサインでしょと。ということは、タンジェント2乗の2分のアルファって、コサイン2乗の2分のアルファとサイン2乗の2分のアルファでしょと。ここをシータに置き換えて2乗してるだけなんですね。だから、ここのイコールは全然崩れへんと。で、コサイン2乗2分のアルファはさっき求めた通り、これ、2分の1足すコサインアルファ。サイン2乗2分のアルファはさっき自分らが求めた通り、これ、2分の1引くコサインアルファと。まあ、こうなりますねと。あとはこの分母の2が邪魔やから2倍したら、これが出てくると。これで完成です。OK でしょうか。これが、半角の公式の導き方です。で、導き方が分かったら実際に使えるようにしましょうということで、2番と3番で練習していきましょう。2番は、sin8 分の 3π を求めましょうと。で、考え方は、何8分の 3π やと、と。
ね、8分の3倍なんか知らんぞと。俺たちが知ってるのは4分の3倍までだと。4分の3倍っていうのは135度ですよね。だからこのサイン135度の値っていうのは知ってるんですね。2分のルート2やんかと。でも、その8分の3倍、67.5 度、あ、違いますね、60、そうですね、67.5 度か、67.5 度なんか知らんぞと。じゃあどうするかっていうと、そうかと。4分の3倍の半分やんか。8分の3倍って4分の3倍の2分の1やんかと。半角の公式やんかっていうことで、まず2乗を求めるんです。半角の公式を使って2乗を求めるね。状況的には今サイン A を求めたいんやけれども、半角の公式ってどうしてもサイン2乗 A で出ちゃうんですね。サイン2乗8分の3倍が出る。まずこれの値を求めといて、そっからルートしたらいいやんかっていうような考え方なんです。だからまず2乗の半角の公式は2乗の8分の3倍を求めておこうと。でサイン2乗の半角の公式は2分の1引くコサイン 2θ っていうのがありましたよね。これがあったんで、これに当てはめると、ここが8分の3倍だったら、ここは2倍の4分の3倍になるっていう感じです。ほなコサイン4分の3倍は2分のルート2やから、計算していくと2分の1足す2分のルート2になると。で、分子をね、通分したら2分の2分の2足すルート2になると。で、これ普通に割り算したら4分の2足すルート2になると。で、今分かったのは、この2乗、サイン2乗 A っていうのが、サイン2乗 A っていうのが、4分の2足すルート2って分かったんですね。でも僕たちが知りたいのはサイン A やと。サイン8分の3倍やと。じゃあどうするかっていうと、これをルートしたらいいんですね。で、ルートする前に、これ2乗っていうことは、プラマイ両方考えられるんです。プラマイ両方考えられる。でも、よく考えてくださいと。今回は8分の3倍。8分の3倍っていうことは第一象限ですよね。第一象限のサインって正ですか、負ですかっていうと絶対正ですよね。だからもう正やんと。だからこのマイナスは考える必要は全くない。プラスだけ考えればいい。ということで、サイン8分の3倍は、この4分の2足すルートに全体にルートした2分のルート2足すルート2っていう風になるんですね。で、ここ分子二重混合になってますけど、これ以上分解できないんで、もうこのまま答えとします。OK でしょうか。次3番いきましょう。タンジェント2乗2分の α は、これはどういう公式やったかというと、もうこれやったんですね。1足すコサイン α 分の1引コサイン α と。これをもう自分で導き出す。もしくは覚えとくんですね。これを持っていくと、なんやと、もうめっちゃ簡単なんですね。タンジェント2乗2分の α って、1足すコサイン α 分の1引コサイン α やから、なんやと。ね、もう、コサイン α の値が分かっているんで、代入したらいいだけなんですね。1足す5分の3分の1引く5分の3になって、計算していくと4分の1になる。で、ここからもさっきと一緒です。タンジェント2乗の a が4分の1って分かったと。タンジェント A を求めるにはどうしたらいいですかっていうと、プラスマイナスルート4分の1やねんけども、今回の A も、アルファの範囲は0から2分の π ってことは第一象限です。ね、それを、ここまあ2分のアルファやから2分の1したら、0から45度やと。やっぱり第一象限に変わりないですね。タンジェント第一象限の時って正負どうでしたかっていうと、正やったんですね。正やったと。だから、もう今回もマイナスはいらん。ということで、タンジェント2分の α、ルート4分の1で2分の1と分かります。ということで、以上が半角の公式でした。半角の公式のポイントは、やっぱり自分で導き出していこうと。その導き出し方は、コサインの2倍角から導くんですね。サインの半角求めたかったら、これを使おうと。コサインの半角求めたかったら、こっちを使おうと。で、タンジェントの半角はっていうと、このサインとコサインで、自分で求めたこいつらから、さらに求めることができるんですね。コサイン分のサインを使ってっていうのがポイントでした。あとのポイントは、この公式が使ったら、実際半角を使うとき、ここが2乗なんでね、求める最後はこのルートをするのが、結構ポイントですということで、あとは自分でノーヒントでできるようにね、類題見つけてしっかり練習しておきましょう。